プレーボール大分の高っち親方です。連日開催されています第103回全国高校野球選手権大分大会、本日3日目を迎えました。1回戦がねずっと熱戦が続いておりますが、本日1回戦3試合が行われました。その試合結果とそして4日目ですね、これ引き続き1回戦ですけれども、その予告をですねご案内いたします。どうか最後までお付き合いのほどよろしくお願いいたします。3日目、3試合ですね。第1試合、中津北対由布ですが7対6で由布高校がサヨナラ勝ちをいたしました。ですね、私昨日のですね、動画で由布高校ね好調なのでそこにね中津北がどう挑むかという、展開でしたけれども、今大会初めての9回サヨナラゲームとなりました。これ本当ランニングストックを見るとかなり面白い、まさにシーソーゲーム、シーソーゲーム歌いませんよ、ですね、展開となりました。本当にこの実力が拮抗していたなというふうに感じます。先制したのは由布ですね。で序盤リードしましたが中盤に中津北が逆転をします。でさらに終盤今度由布がですね再逆転します。で、確か何点差かちょっと忘れたんですけれども、要はですね9回の表ビハインドのですね中津北がこの回4点取って確か6対5にしますね。ということはですね5対、2ぐらいだったんですかね、9、8回終わった時に、要は4点取って1点勝ち越した中津北でしたが、その後ですね最後9回の裏ですね、由布高校が、2点を奪ってサヨナラ勝利、ね、したということで、本当にこれ高校野球ってねもうある意味典型例かもしれないですが、最後の最後までどうなるかわからない。でしかもね本当面白いぐらいにね、逆転逆転逆転とやってですねもう手に汗ね握る展開でした。ね由布高校やっぱりこう調子が良くてこういうところを勝ち切るところが強いという印象と、中津北もですね、確か12人ぐらいでしたかね、メンバーかなこう少ないんですが一冠となってかなり食らいついてましたので、本当にこれ両者ねお互い健闘をたたえたいと思います。第2試合ですね、こちら、高田対大分上野ヶ丘ですけれども、7対4で高田が勝ちました。これですね勝負をやっぱり決めたのがですね3回の裏のですね高田の攻撃、この回ね1イニングで一挙5点を取った、ね、高田がもう勝負を決めたという試合です。確か5回終了までに7得点ですね。もう7対0でコールドゲームも見えるかな。高田やっぱこうね渋戦ねこの間勝ち上がって県大会出たぐらいですからかなり強いなと思ってたんですが、やっぱ大分上野ヶ丘もやっぱりこうしぶといというかただでは終わらないということで、こう終盤ですね後半とか最終回にこう粘って4点を奪います。最後私もちらっと見たんですが最終回確か上野ヶ丘ね追いかける上野ヶ丘はこの確か満塁とかになってそこから2点ぐらい取って粘ってもう1本出ればまだ分からなかったんですが、最後は7対4というところでですね試合が終わりましたけれども、こうやはりですね試合が一方的になるかと思いきやこう粘って粘ってというところがですねこの高校野球のね良さ素晴らしさそして怖さでもあるそんな感じです。で第3試合アジム対陽子館ですが、こちら8対0で陽子館が、コールド勝ちをいたしました。この試合も結構私面白いよということですね。特にアジムもね毎年小規模ね人数ながら結構ね実力もあって初戦勝ってくるといいよという話を昨日しましたが、もう結果的にはこのですね陽子館がやっぱりこう大量得点するなどしてですね、点差は開きまして、この陽子館のねやっぱ強さね、大会ね3日目の第3試合にしてようやくね私いつもね出ましたけれどもね、こうチャンスをものにして一気に畳みかけてもね序盤でもうある意味もうね試合を決定づけるといったあれですけれどもね、ある意味でこうねやりやすい展開に持っていったなというところですし、アジムもですねこう点差ついたもののやっぱりですねこう最後ね最後まで多分ねきっと少ない人数ながらも粘ってですね諦めなかったと思います。
まあ、コールドゲームとなりましたけどもね、このアジブの夏というのがまた次にね、つながることを私はもう願ってやみません。ということでですね、本日3試合はもう、ね、テーマは私今回3日目はこう粘りの夏という風にね、表現したいと思います。本当に高校野球って最後の最後までね、何が起こるかわからないので、ね、諦めちゃダメ、油断しちゃダメ、ね、ね、しっかりこう何か起こるかもしれないので頑張るっていうね、そのひたむきさが、こう、やっぱりこう面白いなというふうに思っております。ということで、3日目です。2回戦に駒を進みましたのが、由布高校、高田高校、そして洋志館高校の3校でございます。続きまして4日目の試合予定です。この日も1回戦3試合が行われます。第1試合大分高専対日田三熊、第2試合別府鶴見ヶ丘対大分東、第3試合日本文理大附属対木月の試合です。まあ、まず注目はですね、第3試合日本文理大附属対木月の試合ですね。これは私の組み合わせの時の動画でもご紹介いたしましたが、初戦の注目カードの一つですね。日本文理大附属はもう近年ね、かなりね、まあ、サッカーも強くなりましたし、野球でもですね、結構県上位に、ね、食らいついてくるほど強いですね。こう歴代こう有名な名将をね、率いてますけれども、現在は大分高校をですね、初めて甲子園に導いた佐野監督がですね、率いられているようですけれども、もう去年のですね、その独自大会、大分大会の夏の動画でですね、なぜ日本文理大学を あなた押さないのね、強いでしょみたいなことを複数の方からいただいてですね、これかなり注目されてるんだなということを、まあ、去年学ばせていただきました。で、対する木月もですね、もうこれも毎年強い手強いチームですね。公立の進学校ですけれども、まあ、甲子園にも出場したことありますし、まあ、木月とかつくみとかこう、ね、本日戦った高田もそうなんですけれども、こうずっと小中学校、まあ、野球がそもそも強い地域で、で、同じ仲間はずっと高校でも続けるという、このチームワークっていうのがですね、ほんと強いですし、最後の夏、そういう雰囲気とかですね、この仲の良さっていうところも、武器になりますので、この日本文理大附属と木月の試合は、かなり注目にしております。で、第1試合の大分高専とね、日田三熊ですけれども、大分高専は2年ぶりのこの夏の大会出場です。昨年の独自大会は、確かコロナかなんかで、こう練習がうまくできてないというか、そういう理由だったかと思うんですが、昨年の夏の大会は、出場しておりません。ですから、この2年ぶりの高専がね、見られるというの、ね、高専も結構強いですから、注目をしてます。で、日田三熊もですね、人数、確か、12人ぐらいが結構少なかったと思うんですけれどもですね、一丸となってですね、この両者、ね、久々の登場とですね、そして少人数ながらも頑張るというところ、こうね、結構引き締まった試合になるんじゃないかなと思っております。第2試合、別府鶴見ヶ丘と大分東は、共に新学校で、これもね、実力伯仲、ね、する感じですよね。どちらもこう、初戦は手堅く勝ってくるイメージで、ね、そっから2回戦、3回戦と、ね、乗り越えられるかっていうところが、まあ、一つ私、見どころかなというふうに思っております。ということでね、1回戦のですね、4日目も、この3試合、結構面白い試合になる、ね、予定です。まあ、予定とか予想ですけれどもね、かなり本当大分県大会ってレベルがこう高いって今年はよく言われてますし、本当これまでの試合、まあ一方的な試合もありましたけれども、結構引き締まったね、逆転劇もある、結構やっぱりこう実力がこう同じぐらいね、ひしめき合ってる。これがかなり面白いなと、まあ私も連日、こう野球のですね、こう報告しながら思っております。ということでですね、ちょっと雨が心配ですけれども、無事に開催されてですね、怪我とかないようにですね、これからも全国各地の高校球児の皆様、頑張ってください。ということで以上ですね、今回は3日目ですね、との結果と4日目のご案内でした。最後までお付き合いいただきありがとうございました。よろしければ、いいねボタンね、押していただけると、ハッピーにね、なれます。高校野球のことをね、いろいろまたいろんなエピソードもあれば、お伝えしたいかなというふうに考えてます。今日ちょっとエピソードあったんですけど、長くなるので、割愛をしました。またですね、チャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。7月、8月は高校野球ね、パワーアップウィークというか、もうどんどんね、更新をしてまいりますし、連日本当に
たくさんのですね、ご視聴いただいて本当にありがとうございます。こうですね、高校野球のこの、まあ、簡単なこの、本当紹介動画なんですが、こういうのって後々、ね、何年か後に振り返って、ああ、あの時はああいう試合だったなとか、ね、そういう思い出、要はアーカイブとしてこう残るのがですね、本当に大きいなというふうに私は思ってます。いつかこう振り返るときに、大分県の高校野球のね、歴史が、ね、こう、まあ私の動画が、とかブログが、こう参考資料になればいいなっていうのは、ね、そういう思いで更新していっているのは本音でございますので、どうか引き続きご声援のほどよろしくお願いいたします。それではですね、また明日あればいいなという思います。よろしくお願いいたします。ゲームセット。